はい、皆さんこんにちは、吉田沼さんです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介したコーチですね、バシンデカリ。ジャンボドラ焼き。でかいね、これは。何ですか、これは一体。座布団ですか、これは。これね、金額ね、これね、いくらだと思います、皆さん。ですね、98円。安っ。どっから出してんのこれ。大丈夫この会社。有限会社、東和乳業さん。赤字確保で出しているんでしょうか。まあ、そういうことはないと思いますけども。こんなでっかいのは生まれて初めて見ましたね。うん。普通のどら焼き。なんだもんこれ。グローブみたいな。いただきます。一口目でちゃんとあんまで届きましたね。これすげえな。もう結構入ってるし、これなんでこんな安いんだろう。でかくてすごいね。ちょっと驚き、そういうところに感動しますね。やっぱね、素晴らしい。でかい。一個食べるとかなりお腹いっぱいなんですね。カロリーが276キロカロリーか、それでもご飯茶碗一杯分よりちょい多いぐらいですね。あ、100g あたりか。これ何グラムあるんだろう。内容量1個としか書いてないですね。何グラムと書いてないんで、わかんないな。100グラム以上ありますよね。じゃあごめんなさい。276キロカロリー以上あるわ、多分。うん。なるほど。ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしたのは、まるで座布団あるいはグローブのような大きさ、ジャンボどら焼き、98円をご紹介いたしました。ありがとうございました。